すまないが銀行寄ってもらえるか。かしこまりました。俺は秋永雅也30歳。俺が銀行に寄るのは毎月の恒例行事だ。毎月ご両親への仕送りなんて愛情深いんですね。いや、うちはそういうんじゃないよ。え？それでは必要事項をこちらへ。わかりました。そう、俺が実家に仕送りをしているのは家族愛があるからじゃない。あの家族に俺を認めさせるためだ。20年前。パパママ見て見て、また100点取っちゃった。おお、慎吾はすごいな。私たちの自慢の息子だわ。俺の弟の慎吾は頭が良く、いつもテストは満点を取っていた。マサヤは？あなたも今日テストがあったんでしょ？あ、僕は。はい、これ机の上に置いてあったよ。そう言って俺の答案用紙を両親に渡す慎吾。なんだこの点数は。信じられない。ごめんなさい。俺は弟と違い勉強が苦手だったんだ。こんなものばかり書いているからいい点が取れないんだ。そうよ、慎吾を見習いなさい。そうだよ兄ちゃん。両親は昔から頭のいい慎吾を溺愛していた。慎吾には新しいゲームを買ってやろうな。わーい。お祝いに3人で高級レストランにも行きましょう。だから出来の悪い俺はいつも家族の輪の外にいたんだ。うわ、兄ちゃんまた絵なんて描いてるの？そうだけど。いいね、兄ちゃんは暇があって、慎吾と同じ部屋のせいでこの家に気の休まる場所なんてなかった。過去には両親の期待に応えようとして必死に勉強したこともあったが、今回は70点取れたぞ。パパとママ褒めてくれるかな。ひどい点数ね。そんな淡い期待は打ち砕かれ、勉強で認めてもらうことは諦めた。それから俺は自分の得意なことで頑張っていくと決めたんだ。そして努力の甲斐もあり、マサヤの絵が金賞を取ったぞ。マサヤくんすごい。俺は県の絵のコンクールで金賞を獲得することができた。パパママ見て、僕絵で金賞を取ったんだ。金賞は一番ってことだ。これを見ればさすがに両親も認めてくれる、そう思っていたんだが。絵で金賞？何かと思えばそんなことか。絵で金賞なんて取っても何の意味もないわよ。そんな。両親の反応は俺が思っていたものとは違った。金賞だよ、メダルだってあるし。そんなメダルが腹を満たしてくれるのか。そうよ、絵なんて将来性がないでしょ。どうせなら将来のためになることをしてほしいわ。結局両親が俺を認めてくれることはなかったのだ。そして8年が経ち、俺家を出ることにしたから。そう。仕送りはしろよ、期待はしてないがな。18歳になった俺はずっと肩身が狭かったこともあり、高校の卒業を機に家を出た。今までお世話になりました。そして誰にも見送られることなく俺は家を後にした。それから俺はデザイン会社を起業。よし、ここからスタートだ。実は高校の頃からイラストやデザインの仕事の依頼を受け、開業資金をコツコツ貯めていたんだ。マサヤ君、今回もお願いするよ。任せてください。幸い俺の仕事を気に入ってくれたクライアントが多く、俺の事務所は順調に成長していった。そして現在。社長、そういえば今月の売り上げも目標の 120% を達成しました。おお、みんなが頑張ってくれたおかげだな。会社の業績は右肩上がりで、起業から12年、俺の年収は1億円を超えていた。だから俺は両親を認めさせるためにも3年前から毎月100万円の仕送りをしていたんだ。まあ礼の一言もないけどな、悔しくて連絡したくないってところか。その時電話、父さんからか。珍しいですね。さっき振り込んだし、ようやくお礼の一言でも言う気になったか。俺は淡い期待を持って電話に出たんだが。もしもし。もしもし、マサヤ、お前どういうつもりだ。え、どういうつもりって何が。電話口で怒っている様子の父さんに俺は困惑した。とぼけるつもりか、仕送りの話だよ。仕送りならさっき振り込んだけど。そうだ、問題はその額だよ。慎吾は毎月100万円の仕送りで、出来損ないのお前はたったの3000円か。え、今まで我慢してきたがそろそろ限界だ。いい加減慎吾を見習ったらどうだ。いや、何を言ってるんだ父さん。100万円は ATM での振り込みができないから
俺はわざわざ窓口で振り込んでいる。金額を間違えるはずはない。お前どうせまだ定職にもつかずフラフラしてるんだろ。少しは慎吾を見習ったらどうだ。慎吾は投資 FX で稼いで毎月家に100万も入れてくれてるんだぞ。いや、100万円振り込んでるのは俺だって。慎吾に電話代わってくれよ。はあ、なんでだ。毎月あいつの口座に振り込んでたんだよ。今慎吾は実家暮らしをしていて、家計の管理は慎吾がしているらしいのだ。あいつ、この3年間自分からの100万円だと嘘ついてたのか。お前、慎吾が嘘ついてるって言いたいのか。慎吾がそんなことするわけないでしょ。だが父さんも母さんも俺の言葉を信じようとはせず、慎吾にも代わってもくれなかった。履歴を見れば俺だってわかるはずだ。俺は本当に毎月100万振り込んでるんだって。はぁ、あ、お前も往生際が悪いな。すると、そこまで言うなら仕送りを止めてみろ。父さん、それはちょっとやりすぎじゃないか。父さんは仕送りの停止を提案。なあ、望むところだよ。困るのはそっちだろうけどね。3000円ぽっちの仕送り止めたところで痛くも痒くもないわ。こうして俺は父さんの望み通り、両親への仕送りを止めることにしたのだった。まさやのやつ今頃焦ってるだろうな。ほんと、あんな大見え切っちゃって、まずい展開になっちまった。兄ちゃんとの電話の後、笑う両親とは裏腹に俺は冷や汗が止まらなかった。ほんと、仕送りが3000円なんてありえないわ。やっぱり持つべきは優秀な息子だな。本当は俺が3000円なんだけどな。来月から仕送りなしって。この家だって去年15年ローンで買ったばかりなんだぞ。両親は俺が投資でかなり稼いでいると思い込んでいるが、実際は全くそんなことはない。フィーバーコイン、フィーバーコイン。ちなみにここが俺の職場だ。俺はパチンコや競馬などのギャンブルに投資している。あーくそ、外れやがった。月収はいい時で20万だが、マイナスの月もある。今はギャンブル三昧な俺だが、最初からこうだったわけじゃない。数年前、成績優秀だった俺は大学卒業後大手企業に就職したんだが。こら、アキラが、お前また遅刻か。すんません。遅刻を繰り返す毎日を送っていた。成果を出してりゃ遅刻くらい許されると思っていたんだが。もう1ヶ月連続だぞ。お前は社会人としての自覚が足りない。クビだ。そんなことはなかったみたいだ。こんな優秀な人材をクビにしちゃっていいんすか。構わん、もっと優秀な人材はいくらでもいる。まあ俺を欲しがる会社なんてわんさかあるはずなんで構いませんけど。結局この後転職活動はうまくいかず、両親にも言い出せず、それからずっと働いていない。だからこそ兄ちゃんからの仕送りを自分からだと偽り、両親の期待を裏切らずにしてきたんだ。くそ、来月までになんとかしないと。でも100万円か。1ヶ月後。慎吾、今日は仕送りをくれる日よね。ちょっと買いたいものがあるんだ。ちょっと待ってて、用意してくるから。結局兄ちゃんは宣言通り仕送りを振り込んでくれず、俺も100万を用意することはできなかった。くそ、かくなる上は。いけー、そこだ。させ。今月の生活費をかけたんだ、頼むぜ。俺は仕送りを稼ぐべく競馬場に来ていた。いいぞ、来た来た来た。やっぱり俺にかかれば100万くらい余裕なんだよ。万馬券を当てるなんざお手のもんだ。ほらよ。ありがとうございます。だが現実はそう甘くなかった。結局生活費を全て水の泡にしてしまい、100万円は借金をすることに。もしもし、マサヤ。なんかよ。やっぱり100万円は慎吾からだったじゃないか。はあ、どうやって用意したかは知らないけど、よかったな。これでも認めないか。やっぱりお前は出来損ないだったな。はいはい、じゃあ忙しいからもう切るぞ。いや、やっぱり持つべきものは出来のいい息子だな。慎吾のおかげで私たちの将来は安泰よ。これからもよろしくな。うん。嬉しそうな両親を前にして、俺は本当のことを言うことはできなかった。そして、よー、やってやるよ。借金を返しつつ、さらに毎月家に100万円を入れるために、俺は一層気合を入れて競馬やパチンコ、もどい、仕事に打ち込んだ。それから3ヶ月後。近所に高級焼肉店ができたみたいよ。おお、いいな、今日はそこに行くか。たまには安いチェーン店はどう。何言ってるのよ。あれから負けがかさみ、結局借金は500万以上に膨れ上がっていた。やっぱりちょっとは節約とか意識した方がいいかなって。
お前がいる限り大丈夫だよ。そうよ、今月の100万円もまだまだ残ってるし。仕送りと返済のためにギャンブルをして、ギャンブルのために借金をする。俺は完全に借金のループから抜け出せなくなっていたんだ。そんなある日。おう、邪魔するぜ。なんですかあなたたちは。俺はドーマニ組の門間竜道だ。息子さんと話があってな。ついに恐れていた事態がやってきてしまった。門間さん、お願いです、もう少しだけ待ってください。もう十分待ったが。これは一体どういうことなの。実はこうなってしまえばもう隠しきれない。そう思った俺は両親に全てを打ち明けることにしたんだ。なんだって。じゃあ本当にマサヤが毎月100万円送っていたというの。まあそうなんだ。見栄のために借金をするなんて、この大バカ者が。ごめんなさい。それで一体どれくらい借金があるの。500万くらい。500万だと。当然両親はかなり怒っている。盛り上がってるとこ悪いが、こっちも仕事でな、返せないって言うんなら考えがある。少しだけ待ってください。金のあてならありますから。そう言って父さんはスマホを取り出して。もしもし、まだ何か用か。マサヤ助けてくれ。久しぶりに聞く父さんの声はなぜか震えていた。一体どうしたんだよ。聞いてくれるか。慎吾が仕送りのために借金をしてたんだ。それで取り立てのヤクザが今家に来てて。ふーん、今まで3000円しか仕送りしていなかった慎吾だ。そんなことだろうと予想はしていたから、正直驚きはしなかった。ずっと仕送りをしてくれたのはお前だったんだな。今まで気づかずすまない。お前は俺たちの自慢の息子だよ。それは俺がずっと聞きたかった言葉だったけど、今さら俺の心には何も響かない。だからお願いだ、代わりに借金を払ってくれないか。毎月100万仕送りしてくれたお前なら簡単に返せるだろう。そのセリフ20年前に聞きたかったよ。あの時俺がどんなに辛かったのか父さんにはわからないだろう。過去のことは謝る。だから助けてくれ。お願いよマサヤ。もう何を言われても俺の気持ちが揺らぐことはない。言いたいことはそれだけ。もう仕送りはしないって言ったろ。それじゃ。ちょっと待、その顔、当てが外れたみたいだな。そもそも自分の借金なんだから、自分で落とし前つけるのが筋ってもんだろう。そうだぞ。お前が勝手に作った借金なんだ。お前がどうにかしろ。そうよ。結局兄ちゃんは助けてくれず、俺のピンチは変わらなかった。部外者が言うことじゃねえかもしれねえが、子供はあんたらの道具じゃねえんだ。子供には子供の人生がある。こいつはあんたのために借金したんだぜ。門間さん、まあろくに働きもしねえお前を助ける気もねえがな、せいぜい頑張って返すことだ。働き口なら紹介してやるからよ。その後両親と慎吾がどうなったのかは知らないが、これ医療団体に寄付しておいてくれ。え、いいんですか。ああ、それから俺は毎月100万円を各所に寄付するようになった。あの家族に使われるよりもずっと有意義だろうからな。今日も見てくれてありがとう。じゃんけんぽん。